こんにちは、はい、にゃん組です。にゃん組です。サトルディです。ファミツアップのけんちゃんです。よろしくお願いします。今日何しよう、はい、というわけで今回はもう締め切り間近なんですけど、うん、もう終了間近なんですけど、うん、せっかく頑張ったんで、はい、スピードスターの7と8の、はい、ちょっとねやってみようかな。やってみよう。テンション高い。テンションどんだけ寝てないんですか。いや疲れてるのね。寝てないテンションの高さでしょこれ。疲れてるのね私ね、はいはい、みんなびっくりしちゃう。このオフィスの、ね、真ん中なんですよ。これまた恥ずかしいね。もう僕もちょっと恥ずかしいと思っちゃったもん、ね、恥ずかしがんないね、まあまあ、はい、はい、まあそれはともかくちょっと、はい、今回はスピードスタープロジェクトね、7と8、はい、8特に難しいんで、うん、ちょっと練習したんですけど、うん、SS がほとんど取れてないっていう状態なんですけど、うん、ダメじゃん。ダメ。ケンちゃんとしたことが、いやいや結構やった。あ、ほんと？やって、はい、結構運が絡むなって。あ、まあね、部分もあるんですけど、そういうところもありますよね。まあ、そこの、ね、コツを、ね、ある程度、はい、紹介できればな、はい、もうわずかしかないですけどね。あと何日、ね、4日。あ、じゃあ編集急がないと。そう、編集急いで、サトルリのクマが増えちゃうよ。そう、必死に化粧してましたね、さっきね。そう、ほら、目の下にね、クマ。あ、それ、何ネタ。そう、今思いついたの。いいね、そのネタ。相当疲れてるでしょ。そう、異常だもん。疲れてるけど頑張ります。はい、頑張りますか。はい。じゃあまあ7からやってみますか。はい。はい。じゃあちょっと友達を募りますね。はい、ちょっとね社内の。はい。社内の。7なんですけど。我々の攻略チーム、まあ、ちょっと今、はい、社内評価しっかりせよって怒られてるウィキが。まあ頑張りますか。ウィキの攻略チームのところからちょっと。でもね白猫めっちゃやり込んでるよ。やってます、ね。やってますよ。で、7の激闘が結ぶディスティニーなんですけど、はい、いいですよ、ちょっとやってて、はいはいはい、僕が解説しないと、はい、今、ケンちゃんが解説してるよ、まあ、ここなんですけど、まあ、結構簡単です。簡単な割に報酬が美味しいので、残り4日で回しまくりましょうということで、まあ、ここ、あと何がいいかっていうと、1人レベルが低くても、1人が結構やり込んでクリアできれば SS が取れちゃうっていうところなので、まあ、マンパワーで頑張りましょうみたいな面なのでね、結構。友達ね、やり込んでない友達、やまだあんまり育ってない友達をこう成長させるためにも手伝ってあげやすいステージになってると思います。で、大丈夫ですか。はい、そろそろ星は、はい、はい、結成しますね。はいはい、僕これ星8用のじゃない、これでいい。星7からですか。星7です、星7、星7からですね。07274です。07274です。274、はいはい、僕先入るって言ってる。僕が先ワープゾーン入るんで。ケンちゃんが先にワープゾーン入る。これ周りにいないのがやばいですね、これね。本当にできるのかっていうね。まあこんな感じでも星7に関しては SS 取れると思うんで、やってみますか。僕最高記録的には5分10秒ぐらいだったかな。それ以上は結構きつかったですね。これはわからないですよ。はい、すごいね。どうですか、入ってきましたか。入ってきました、入ってきました。パステルちゃんが入ってきました。はい、パステルちゃんが、はい、はい、じゃあやりますか。 はい、じゃあスタートします。はい、パステルちゃんは竹中プレジノさんですね。あ、もういいんですね、それ言って。あ、言ってもいいです。私、吐かしちゃったから。ミキの誰が後ろ猫で巨乳なのか考えてみたっていうのは。スタートチョコ大事なのが、このいきなりミスった、ごめん。あ、まあでもこれ入れる。ケンちゃんがごめんって言ってる。やばい。ケンちゃんが、あのね、引っ込んだ瞬間にダッシュすれば当たることなくいけるんですよ。はい。これ竹中さんも入ってるの早っ。竹中さん頼んでるね。プレジデント頑張れ。2人目はこの門で待機。はい。で、ここはカニがいるんで、はい、ここがね、危ない。いいんですか、カニ放置してる。いや、もう一発で倒せるんで。はい。ビルフリーだと。はいはい。このカニなんですけど、この蝶がいるんで、はいはい、回復するし、そう、バフがかかるし、結構やばいんで。そう、最近ね、やっぱ追加されたモンスターがちょっとこの厄介ですよね、割と。さっそく即死させちゃいましょう。はい。あ、これ僕右行きます。わかる、これ。右ね。あ、いったいった。竹中さん、さすが。さすが。ここの攻略チームは繋がってるよ。もう言わなくてもやってくれる。さすが。ここね、ここね、本当はね、そのビーム系で一気にやっちゃった方がいいんだけど。はい、これないから。ないからね。なくてもまあ。で、ここの鳥。あ、ここね、なんか危ない。これね、外れると、下りますね。まあ、これでも、まあ、
うまくいってる。大丈夫。はい。大丈夫よ。槍を持ってた方がいいですね。はい。早っ。竹内さん早っ。これね、かなりいい連携です。はい。いい連携、さすが我が攻略チーム。ここはいい。ここは全部倒してる。よし、じゃあこれでボス。ボスですね。僕、下やりますって言って書いてます。僕下やります。これ絶対間に合わないでしょ、これ。ちょっとここは、あ、竹中さん、おー、何も言わずとも下行ってくれる。おお、さすがやな。僕結構ね、彼はエスパーか。待っといた方がいいんですよ。はい。上のね、この熊の置く準備を整えさせて、リーゼロって思ってるから。はいはいはい。熊の置く準備をやってる間に砲台を倒しつつ、次のここに出てくるミノタウロス用に熊の置きつつ、はい、倒すと、はい、それで、ほら、すぐ倒す、今倒すね、パセ倒す。おい、そっち行っちゃダメでしょ。はい、これであとはウッホを倒せば、次に奥にガルーダが出てくるんで、はい、これでまた竹中さんがガルーダをビシッと壊していくのか。これ竹中さん違うとこ行ってるよ。あー、これ、ちょっと、あー、まさかのここに来て、ぐだり、ぐだり、いや、ぐだり、ここに来てぐだり、まさかの。はい、倒していいですね。はい、はい、これで5分8秒ぐらいでした。はい、こう全く横にいないでやっても5分8秒ぐらい取れるんで、はい、ここは本当に SS が取りやすいランクですね。確か3分40か30かな、40かどっちか忘れたんですけど、まあ、今ちょっと喋りながらねやってたっていうのもありますし、これでも1分30秒ぐらい余ってるんで、はい、まあ、割と本当に1人でやっても SS が取れちゃう、うんうんうん、はい、やり込んでる人も、うんうんうん、なんでこうやってみんなさ、武器ルーンも結構おいしくもらえちゃうので、ここを回して武器ルーンをどんどん稼ごうっていうのが、このスピードスタープロジェクトの素晴らしいところですね。うん、いい、僕あと4日っていうのね、本当、うん、あと80日ぐらいにしてほしい、本当に思ってます。期間延長希望。そうそう、あまりにも効率が良すぎて、はい、っていうところですね。竹田さん、ありがとうございますね。ありがとうございます。もうかなりね、ありがとうございます。言わずとも連携が取れたので、はい、はい、というわけでね、はい、次は問題の星8やりますか。星8やりますか。これね、もう昨日結構練習したんですけどね、方程式はね、できるのができてるんですよ。方程式はできてるんだけど、なんていうの、ガルーダの起源とか蜂の起源とかで結構ご機嫌だ ね、 結構ね、 SS は僕難しいなってすごい思いました、うん、なんかやっぱ指示出しをして次の、うん、攻略チーム、そうですね、攻略チームの方とやったんです、結構、はい、1時間ぐらい連携を取るためにやったんですけど、結構難しかったです、うん、でも1回取れた、はい、ここで、まあこういう時にね、一発で決めてこそなんで、ね、じゃあ練習通りでって言えば分かるかな。練習通りで、じゃあレイバンス、あ、はい、あ、言っちゃった、アースさん、練習、アースさん、練習通りで、通りで、まあ本名じゃないの、本当誰で行こうかな。あ、パーティーから教えてくださいよ。あ、僕のですか。はい、はい、僕のパーティーですけど、まあ、最初にこの岩が転がってくるところにアクアが出てくるんですね。8秒もないアクア、はい、これを倒すために、うん、まず魔導士が先頭、うんうん、なおかつ魔導士の演出が短い、うん、まあ、ファムとか、はい、正月春か、はい、まあ、ここら辺がベストですね。で、その次に出てくるのが小さいウッホ、まあ、ここはもうわざわざ剣使わなくても、うん、そのままファムで一発で倒せるとそのままでいいです、はい、で、その次に出てくるのはガルーダ、ガルーダ、その起源次第なんですけど、でもガルーダなんですけど、はい、まあ、でもこれやりながら説明した方が多分いいですよね。わかりました。そう、ガルーダはスタンするんで、はい、ファムで一回スタンさせてからとどめを刺すのが一番いいっていうのが、とりあえず、はい、はい、そうですね。じゃあファム、リーゼ、ビルフリーと今回リースはい、やります。はい、という形で、はい、前にやったのでコツは掴んでますということで、そう、じゃあ返信が来ておりますので、はい、ちょっと何番教えてあげてください。はい、500858585。すごいな、イベーダー今4突しました。どんだけあれなんですか、自分の血税というか払ってるんですか。すごい、僕もこれ突しないといけない、気になってます。まあ、リーゼとビルフリーター突ってるっていうのがいいんですけど、ね、はい、待ちますか。来るか来るか。はい。はい、来ました。正月あるかですね。はい。おお。じゃあチャレンジします。大体同じような。そうですね。もう本当ここは本当10秒余ればいいレベルの感じなので。うん、はい。
はい、じゃあいきますか、はい、挑戦します。まあとりあえず喋りながら、はい、よろしくお願いします。ちょっと一生懸命だから喋んないかも。本当？じゃあちょっと私が、そう、煽ってください。歌でも歌っちゃう。お、あれですよ、ジャスラックの申請に関わらないぐらいの歌。あ、わかりました、はい、はい、で、最初岩声かけるんですけど、これ、はい、本当このローリングで無敵と無敵で、あ、はい、いきなり踏まれた。まあこんぐらいなら、はい、あ、どんどん変わる、ね、ちょっとこう時間をね、ロスさせようとする。そうそうそう、はい、これで倒して、ここのウホが、はい、通路に突進しないように、はい、左側から入ったほうが安全で倒せるので、でこれで相方が分裂させの待ちです。はい、頑張ってくれて。この後がガルーダなので、はい、ガルーダにファムで、ファムのスキル2でピオラスでからとどめを刺すみたいな、はい、なるほど、はい、これでピオラスで、これで、うん、リベイラー、こういうものがあります。あ、今いい連携じゃったんじゃないですか。いい連携なんですよ、これ。素晴らしいじゃないですか、はい、素晴らしい。で、次が、で、相変わらずピンクをしながら、ここ結構ムカつくんで、こうかなりね、伸ばしてこう、このまま、はい、固定。固定。ここね、ワープゾーン入っちゃうと、はい、最初に戻されちゃうんで、ここが固定でこう、一発、うん、お、珍しく一発通過、珍しく。で、この後、雲、スパイダー。はい、ここはもう武闘家かビルフリットでどん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 ここ潜ってこれクリアで、横の樽を一気に壊して、はい、次がジャガー3体。ジャガーで、ジャガー3体が結構面、なんかこれも機嫌なんですよ。ジャガーが動き回って倒せないと時間かかって運が悪いとかなっちゃうんで、はい、とりあえず僕がハゲを取って、もう一方は砲台を倒してもらって、何体これでビルフリートが倒して、ここは3体倒せます。ここ3体倒して運がいいから、で僕は上のこれ砲台を倒しつつ、あ、こうやっていいじゃん。で、右行く。で、でここはファムの、ファムじゃリースのこれで一発なんで、うん、で、ボス戦。ね、あとこれがリベーダがね、どうやってうまく。リベーダー倒して、あ、倒した、あ、SS 取れた。これね、こんなにうまくいくとはね、正直思わなかった。気が早かったですよ、素晴らしい、素晴らしい。ここね、ちゃんと8バリア張るんですけど、はい、ちゃんとあの斧か拳でバリア叩き割ってからリベーダーがバーッとすぐ突進してくれたんで、はい、あっさりこうやって SS も取れちゃうわけですよ。難しいですね。結構今相当連携取れてましたからね。なるほど、やっぱ練習した甲斐あったな、これ。さすがにこれベストレコードですもん。レコード、これやりましたね、これやりましたね、これやっぱ練習の回あったなってすげえ思ってる今。はい、練習がしたということで、はい、かなり友達との仲良くなる、はい、このここは本当に僕もかなり R その攻略の方とかなり仲良くなりました、はい、ここでいろいろ密に連携を取ったので。はい、すごいですね。僕もびっくりしました。1回で取れるとは。いつもね、だいたい下っちゃって、そうテイク2とかやるの、テイク2とかなんですけど、はい、まあ、こんなに綺麗に取れるとはという感じで、よかった、一発ですね、はい、やっぱね、リベーダー8位対策にリベータさんがいると、はい、彼女があの自然系特攻なんですよ、はい、最近、はいはいはい、すごいね、なんかすごい、そうあの数字が出るって噂ですよ。そうそう、さらに槍も8位特攻だし、確かね、はい、で自然系特攻なんでかなり一発で倒せるんで、ちゃんとフルヒットすると、はい、いないとやっぱあのレイブンとか、はい、クリスマスアンナかな、はい、そこら辺の攻撃力の高い弓と槍で、はい、まあ、速攻で倒せるかっていうところなんですよね、蜂が。でも一回ぐだっちゃうと、こう蝶が湧いて回復させるわ、うん、バフでやられるわっていうので、結構もうダメだーみたい、もうぐだったわーみたいによくなるんでなるほどね、はい、じゃあモスがね出てくるとちょっときつい。そうですね、モスが出た瞬間に処理できれば全然いいんですけどね、うん、まあ、というね感じで、はい、結構もうミラクルな出来でした ね、 したね、これでも11秒しか待ってるんですよ、これ。お、さっきのこれでも、そっか、これでも結構ギリギリなんですね、はい、まあでも一発で SS が取れたということで、うん、ありがとうございます。出ましたね、普段の腕が良かったですね、はい、はい、という感じですね。というわけで、はい、今回はスピードスタープロジェクト7と8の、はい、ちょっとコツを紹介しました。はい、まあ、ぜひ僕としてはもう復刻していただきたい、もう終わってないのにね、復刻していただきたい。まあちょっとね、編集にもしかすると時間かかっちゃうかもしれないから、ちょっと早く上げちゃって。分かった、あと4日って返したから動画には。ちょっとじゃあ頑張る、あ、うん、お知らせにね、そうね、うん、はい、じゃあちょっと頑張って、はい、皆さんも
残りあとちょっとですが回していきましょう。はい、はい、というわけで、はい、にゃんぶです。にゃんぶでしたっけ。にゃん組。にゃん組。はい、うん、もう全然覚えてないですね。花組的な感じ。はい、わかりました。にゃん組の白猫攻略動画でした。はい。ありがとうございました。次回も見てくださいね。バイバーイ。バイバーイ。